Здравствуйте, конничива. Русспикчандра のダリアです。今回もキノコ狩りに行きます。でも8月なので森まで歩くのもチャレンジです。頑張りましょう。柳ランチャは飲んでみたことがありますか？ロシアだとハーブティーの中では柳ランは一番あります。あ、見つけました。ロシア語では、バダシーヌビクと呼ばれ、山ならしの下と意味します。傘は赤いので、赤い頭とも呼びます。枯れ葉の中にはちっちゃいキノコも隠れていました。これと似ているキノコの名前はボディビリョーズビク、直訳すると白樺の下。この2つのキノコは切ると中が黒くなっています。黒くならないのはビアリー、白です。白と呼ばれるキノコはここモスクワ郊外で最も貴重なキノコとされています。白いイグチ漁のキノコ。一番目立つキノコはテングタケです。ロシア語でモハモール、直訳するとハエが死ぬ。名前でも毒キノコだとわかります。ですがテングタケの近くにはよくイグチが育っていると言われています。油をまとって滑らかな傘を持つキノコ、ロシア語でマスリョナクと呼びます。傘の皮を剥き、手の部分も取り除きます。
ロシア人の一番好きなキノコはリシチキ、コギツネかもしれません。華やかな黄色なのでコギツネと言います。紅葉の季節には黄色い葉に混じってしまうので見つけにくいです。今日の夕食はこれにします。キノコの塩漬けはもちろん、乾燥キノコも作ります。乾燥キノコのスープは大好物です。美味しそうな匂いがします。キノコの塩漬けなら茹でたじゃがいもか焼いたじゃがいもと一緒に食べるのが一番。Thank you.